城山貝塚3号貝塚城山貝塚は、徳島県徳島市徳島町場内の徳島、中央公園内、城山山陸にある貝塚遺跡である。と、福島市民に参選定。城山貝塚紀元前1500年紀元前500年、頃にわたる複数の遺跡である。1号貝塚、2号貝塚、3号貝塚、4号遺跡、5号貝塚が発見されたが、 1>, 1から3号のみ現存し、4.5号は現在では、詳細な位置が不明である。現存3階塚は、上山登録、南登録に2号3号1号の順に分布する。1から3号回塚は1963年に、徳島市指定史跡となっている。いずれも海層の厚さ30から10センチメートル、貝類は、寒水産の外が主で、大量の縄文土器が出土している。 これらは岩陰や洞窟を利用した住居地で、このことにより当時の海岸線に極めて近かったと考えられる。洞窟や岩陰など遺跡の内容も豊富で、古代遺跡が都市部で手近に観察できる。出土品は東京大学総合研究博物館に保管されており、一部が市内の鳥居竜造記念博物館に貸し出され展示されている。 1922年3月27日から、徳島市出身の鳥居隆三が、県下の貝塚の調査をしていた。上山山麓に貝殻が出るという話を聞きつけ、4月3日、上山山麓を発掘し一号貝塚を発見した。その後すぐに、第二以降も発見された。東京帝国大学に助教受職を得ていた鳥居は5月5日を最後に帰郷したが、その後も、 井上達蔵、岩崎邸、前田偶派、田所眉東、森圭介ら現地スタッフの手で5月下旬まで発掘が続けられた。一号貝塚は岩陰の下にあり、ハマグリ、アサリ、カキ、ハイガイを中心とする貝類が厚さ約60センチも堆積し、縄文時代後期の土器が多く出土している。岩陰を利用した住まいの跡と考えられる。 縄文時代後期中期。出土品は、一号貝塚と同じく岩陰の下に形成され、ハマグリ、カキ、ハイガイなど貝類が厚さ1メートルにわたって溜まっている。獣や鳥、魚の骨、縄文時代後期の土器のかけらが出土しているほか、重骨や魚骨とともに、ほぼ完全なく飾状態の人骨一体を含む3体分の人骨も出土している。 岩陰を利用した住まいの跡と考えられる。縄文時代後期中期。出土品は洞窟の中と入り口で発見され、ハマグリやカキ、バイ、鏡貝などの貝類が30から60センチの厚さで堆積。縄文後期から晩期の土器、弥生時代の壺も出土している。縄文時代後期末から晩期。出土品は2号と3号の間に位置したが、 詳細不明。消滅したとも、縄文時代から、弥生時代の土器が多数湿土。貝塚は形成されていない。湿土品は、北側の頂上部にあったが、行方不明。ハマグリ、アサリ、カキ、サザエ、シジミなど貝類に混じって、弥生時代の土器が湿土。縦穴式住居があったと考えられる。湿土品は、ありがとうございます。